どうもアルダンです。本日はヤリスクロスのメーターフードにカーボンシートを貼っていきたいと思います。まずは養生テープを型を取りたい場所へ貼っていきます。養生テープが貼り終えましたら、マジックで型を取っていきます。とはいえ、今回この場所の曲面がきつかったため、動画内で取った型がうまく採取できませんでした。取った型をカーボンシートへ貼りカットしていくのですが、よくご覧いただけるとわかると思いますが、曲面の部分が浮いてしまっているので、この作業での型取りでは必要なサイズより小さくなってしまい、使うことができませんでしたので、再度取った型より大きめにカットしたカーボンシートを改めて切り出して作業を進めます。あらかじめ取った型より大きく切り出したカーボンシートをメーターフードに貼っていきます。横幅と車両前方側はほぼいい感じになっていましたので、メーターフード手前側を最終的にカットしていきます。カットする端の処理はハサミで適当で切っていますが、この上からハセプロさんのマジカルアートダブルステッチシートを貼って見えなくなるので、結構大まかな感じで問題ありません。Thank you.
ヒートガンで熱入れを行いつつ不要な部分をカットし終わりましたので、次に長谷プロさんのマジカルアートダブルステッチシートを貼ります。以上で完成となります。多少うまくいってない部分もありますが、まずまずいい感じに貼れたと思います。メーターフードを外して全体的に貼ることも考えたのですが、形状的に難易度が高そうだったのと、カーボンシートに余裕もなかったので、簡単な部分のみで済ませました。コスト的には1000円くらいでできたと思いますので、非常に満足しています。ご視聴ありがとうございました。この動画がいいと思いましたら高評価ボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。